ロケンドラバハズドルチャンダロケンドラバハズルチャンダは、ネパールの保守政治家、現在、政権議会議員、文学者であり、1997年にマダン賞を受賞している。チャンドとも表記される。首相を次の4回務めた。 その任期は次の通り1983年から1986年、1990年4月、1997年2002年10月から2003年6月。ネパール王政の有力な支持者だった。最初の2回の首相就任時は政党に属していなかったが、1997年には国民民主党の党員であった。西ネパール、バイタディ地区の村に生まれる。 35歳で国家パンチャーヤに選出された。二度目の短期の就任の時には、1990年の民主化運動の収集にあたり、政党指導者と対話、解決に導いた。その後、国家民主党を結成した。1997年、国民民主党のチャンダが三度目の首相となった。彼は、 統一共産党、ネパール友愛党と連立を組んだが、7ヶ月後に内閣不信任案が決議された。同年でマダン賞を受賞している。ギャネンドラ国王がクーデターにより、シェール・バハドゥルで和首相を率いるネパール会議派内閣を倒した1週間後の2002年10月11日に、彼は4度目の首相に就任するが、2003年に民衆の大規模な抗議行動と、 もう拓殖派の反乱の激化の中で辞任を余儀なくされる。2008年4月10日のネパール政権議会選挙では国民民主党の比例名簿第1位に搭載され当選を果たしている。5月28日の政権議会では大勢廃止に賛成している。ありがとうございます。